ピーマップ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、エデン君です。本日は西東京市ひばりが丘駅すぐですね。エキサイティングスロット夢一番ひばりが丘駅前店に来てます。前回花々で光らなかったんでね、トータル収支がマイナス5500円とちょっとやばいですね。今日はちょっと気合を入れていい台座って勝ちたいと思いますんで、早速行ってみたいと思います。入店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 。はい、それでは早速データの方とかね、時間もないんでさっさと見ていきたいと思います。エヴァンゲリオンありますね。エヴァンゲリオン、今日はエヴァンゲリオンが打ちたいという気持ちが、今劇場版エヴァンゲリオンがやってますからね、もうエヴァ打ちたいということでエヴァにしたいと思います。今日は約束どれが一番いいかな。約束4回の2回6、ちょっと良くないですね。ちょっと試行回数少ないんですけど、この孫隣の約束ビッグ2回、ちょっとねこの孫隣ということで孫を見ながら、孫を懐かしみながら約束を打つみたいな感じでね、こいつにしたいと思います。305回転からですね、行ってみたいと思います。エヴァ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 、ああ間違えた見えないんだよね俺逆押し、どういう感じかな。ああこれじゃ遅いのか。あこれじゃ遅いしな、すいません。こんな感じか。おチェリー出ました、チェリー、チェリー 10% ですからね。えい、テニスですね。負けんな、えい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 、ダメでしたね。押せてないな俺多分、順押しだな、押せてねえから。えい、もうちょっと厚めの椅子が来たらね、ちょっと見えないなりの逆押しをしてみようかなと。いやー来ないな、厚いのがやばい。次の線用意しといた方がいいな。これやばいっす、2000円目ですね。あれ入んね、やばいやばい、焦るね。よし、閉店のアナウンス、少々です、あと少々です。やばい、見せ場がない。いけ、もう1000円、あと1、2分しかないな。やばいやばいやばい、やべえよ、勝ちてえよ、ダメだ、やばい。あれコインが、コインがあとちょっとしかない。頼むベル、あー危ない、コインだ、増えた。ただいまの時間を待ちまして本日の営業
負けてしまいました。負けてしまいました。生産中です。よし、やっぱコイン3枚じゃ店員さんも来てくれないみたいですね。そんなん流すのかよみたいなね。流したいと思います。チャンチャン、どうもありがとうございます。3枚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 で、はい、実践終了実践終了はい、第何回だかも忘れちゃうぐらいちょっと落ち込んでるヘイテン君、結果は投資3000円の稼働時間が約10分ぐらいですかね。ちんたるってたのも良くないと思います。で、結果が残ったコインが3枚と、その3枚がせんべい3枚に、久しぶりのせんべいです。味わって食べたいと思います。でですね、ここから宣伝君になりたいと思います。なんとここ西東京市ひばりが丘駅地下のエキサイティングスロット、エキサイティングですかね、エキサイティングスロット夢一番さん、なんとピーマートイベント、激アツイベント、ロックビート開催いたします。4月の19日です。大事ですからね。2回言いましたよ。開催されます。もう皆さん分かってるでしょうね。私がなんであの台を打ったか。太っ腹です。エキサイティング、エキサイティングですからね。エキサイティングしてください。もう当日は僕があの打った台、最高設定になりますんで。最高設定ですよ。もうパシパシ君なんかいらないですよ。数えてもいいですけど、まあ、一応数えてみて、あ、やっぱ最高設定なんだなって実感していただければ、あとはね、もうドル箱をいっぱいいっぱい積んで積んで持ち帰っていただければ、もう抽選1万引いたら真っ先にあの台座っちゃってください。だけど今日僕は負けました。次回は頑張ります。それでは。